おはようございます。ポポです。昨日の夕食も朝食もとても美味しかったです。今日も最高にいい天気ですね。ここはセビ観音御嶽公園です。宿から10分ほどで行けました。下甑島の方はとにかく高い山々がそびえ立っていて、自然豊かな島ですよね。こちらにはキャンプ場もあってバンガロー3棟がありますが、テントを持っておられる方は炊事棟、トイレ、シャワー棟がありますので、自然を感じたい方はぜひキャンプされるといいと思いますよ。キャンプ場から歩いてわずかなところに滝があります。お、滝が見えてきました。ここがセビ観音御嶽です。すごく綺麗で、滝の流れる音や鳥のさえずりがとても癒されますよ。本当に心落ち着いてマイナスイオンをもらえる場所ですよ。このままベンチに寝そべりたい感じになりますね。例えで言うとレースカーテンが揺れている感じですかね。この滝は三の滝です。この滝は瀬尾川上流にある緑に囲まれた美しい滝で、55メートルの高所から1の滝、2の滝、3の滝と3段で落ちてきているそうですよ。これが2の滝、1の滝です。うわー、すごく綺麗ですよ。天気もいいのでとても絵になる感じで最高ですね。自然いっぱいの遊歩道があり、弁当を持ってきて食べたり、小さい子供さんをお持ちの方は夏場は川で遊ばせたりできると思います。またデートのコースに入れるのもいいと思いますよ。はい、ここは手打ち海岸です。下甑島を代表する海岸の一つで、全長約 1.5km の美しい白砂ビーチで、夏場の観光シーズンになると釣り客や家族連れや子供たちで賑わう場所です。初夏にはウミガメが産卵のため上陸するみたいです。映画釣りバカ日誌ナインのロケ地にもなり、スーさん、ハマちゃんがキス釣りをしたラストシーンで印象的な海岸です。海もすごく綺麗なので、ぜひ立ち寄ってもらいたいスポットですね。ここはですね、手打ち海岸から13分ほどのところにある釣りかけ先灯台と言います。風が強いですが、とても景色が綺麗な場所ですね。水平線がとても綺麗でインスタ映えスポットですよ。この釣りかけ先灯台は甑島の最南端に位置していて、灯台付近は歴史ある場所らしいです。ここはキリスト教信者が捕まえられここで処刑されたという悲しい伝説の地だそうです。ここからの景観は最高ですね。海がとても綺麗ですよ。ここは手打ちにある武家屋敷跡で郷土館です。こちらは無料で入れるみたいです。中に入りたいと思います。この中には昔甑島で使われた家財道具や衣類や工具、船で使われていたものが展示しています。案内の方が詳しく説明してくださるので勉強になりますよ。ここは手打ち武家屋敷から40分ほどのところにある前の平展望所です。ここまで来るのに山道でカーブが多い場所を通らないといけないので、運転は気をつけてくださいね。とにかく風が強く飛ばされそうな感じでしたが、ここからの景色はとても綺麗で、ろうそく岩や鷹の巣という木岩やナポレオン岩も見れて最高なビュースポットです。海の反対側は山に囲まれていて民家が少ない感じでした。下の方へ車で降りていくと、目の前でろうそく岩や鷹の巣を見ることができます。奥の方にもナポレオン岩が見えますね。
今日は長浜港を14時35分発ということで、14時までに港に着く前に時間があったので、昨日霞んであまりよく見えなかった八尻展望所で甑島を最後にしたいと思います。ここから約35分ほどのところにあります。昨日とは大違いで、天気がいいので島々がはっきりして見えて絶景スポットです。インスタ映え間違いなしの場所ですよ。高台にあるので風は強いですね。波の音がここまで聞こえてきますよ。これから長浜港へ向かいます。今回は1泊2日の旅でしたが、甑島はとても景色が綺麗で、海も透き通って最高の島だと思いました。自然もたくさんあり、今回は行けなかった場所や乗れなかった鹿ノ子線に次回は乗って鹿島断崖を目の前に見たいと思います。4月から10月まではダイビングやシーカヤックもやってるみたいなので、挑戦したいですね。あと釣りも好きなので、釣りをしたりアウトドアを楽しむためにもう一度行きたいですね。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録していただくとありがたいです。ポポでした。